ですよね。西川ひとみと美里裕二の歌日和が始まりました。始まりました、始まりました。あのね、私今日緊張してます。どうして？久しぶりに緊張してます。私、はい、憧れの方なんです。今日お越しいただいてる方もね、はい、ご紹介ください。はい、大江豊さんです。よろしく。皆様、大江豊でございます。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。どうぞ。いやー、もう隣に来てくださってありがとうございます。呼んでいただいて。いや、肌が綺麗でびっくり。肌ですか。肌も綺麗だし。ありがとうございます。あの、私ですね、はい、実は出された CD を全部買ってるんですよ。本当ですか。本当です。いや、嬉しい。何が好き。はい、声。あと歌い方、うん、もう何とも言えない。今もう新曲がね、はい、今回まだ素晴らしいんですよ、ね、北島先生が言われた言葉が、お前はタイトルのでかい歌ばっかりだと、うん、今まで胎児のようにとか、うん、ヒノキ舞台とか、はい、で今回は登竜門というタイトルなんですね、はい、でタイトルに負けないように歌いなさいと先生が言われました、うん、素晴らしいですよね、この、はい、しないよ本当に。川があって、そこには鯉が泳いでるんですね、うん、で横には滝があるんですけども、いつかあの滝のてっぺんまで行きたいなと鯉が思うわけですよ、うん、ずっと登っていって、登った先には竜になるぞという、そういう希望のある望みのある歌でございます。今にぴったりですね。そうですね、辛い時こそこういう歌で皆さん、なんかちっちゃいことでいいんで、はい、あの夢を求めていっていただきたいなと、そう思っております。はい、この登竜門。そうなんです。このすごい、すごい。はい、片岡愛之助さんに、うん、ちょっとお話をしましたが、あのお手伝い何かさせていただきますというご縁にいただいたので、はい、登竜門という文字、大字を書いていただきました。だからレコーディング一回したんですけど、この字文字というか書道が送られてきて、あ、これじゃダメだなと思って二回レコーディングしたんです。カラオケファンの方にここだけ気をつけてくださいっていうところどこかありますか？繰り返す誓う男の誓う男の登竜門というところは、やはり強めにちょっと歌っていただきたいなと。それはですね、本当に私は今日はもうお会いするだけでも幸せなんです、はい、なんかありますか、ご質問。いや、本当に聞いとかないと思う、ね、なんかドキドキしてる。テレビで見るよりも実物見るの少し2人とも緊張してるんですよ。ああ、もうあのですね、あのコロナ禍のこの中でですね、ちょっとダイエットしまして、はい、20キロほど痩せました。はい、ダイエットってどういうダイエットなさったんですか？炭水化物はちょっと抜きまして。やっぱりですね、はい、やっぱり太る原因がご飯でございました。はい、お酒は飲まれないでしょ？飲まない、結構です。はい、でお野菜主食とかやっぱり。そうですね、あの、私丁寧なお言葉になっていました。いや、もう本当にそんな、ちょっともうなんか、おもうこう、なんか指もなんか、お医者様、お医者様、お医者様と呼ばしたいけど、もうなんかこう、なんか先生怒られますよ、そんなこと。もう、よろしくお願いします。お願いいたします。お野菜をやっぱ食べて、お野菜を お食べになってます。お食べになってます。元気いただきました。今日元気になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。まだいてほしいんですけども、あのこのお話でしょ、このお話をちょっとよろしくお願いします。このお話、はい、あのスケジュールをあ、スケジュールはですね、うん、まあ、徐々にあの皆さんあの解除されていってますので、この、あの影響で、まあ、コンサート類が始まってきてますから、あの北島音楽事務所のホームページ、はい、そしてあの北島兄弟、北山たけしさんと2人で、あの北島兄弟 あのインスタをさせていただいてるんで、それで逐一ずっと、うん、あの皆さんにあの宣伝とか、はい、いろいろ情報を流しておりますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。あ、ね、本当にあのお人柄がにじみ出て、ね、そうですね、素晴らしい、あの今日お話を聞かせていただきました。ありがとうございます。おありがとうございます。おありがとうございます。皆さんに新曲をね、素晴らしい新曲のプロモーションビデオのご紹介をお願いいたします。辛くてもいつか明るい未来に向かって僕は歌っております。聴いてください。登竜門、どうぞ。